技術者、パイロットである。ルッサーは、第二次世界大戦中の有名な数機種の航空機の設計と複雑なシステムにおける信頼性の法則の研究で知られている。メッサーシュミットボーイフレンド108、メッサーシュミットボーイフレンド110ロベルトルッサーは1899年4月19日に、ウルムで生まれ、パイロットとしては1928年に、 フランスで開催された国際系飛行機協議会で優勝。その後に全4回開催された国際航空連盟の国際ツーリング機協議会のうち3回にくれ向きに登場して出場し、1929年度大会で4位、1930年度大会で13位、1932年度大会で10位という出場した前3回で優秀な成績を収めた。 ルッサーは、最初にクレム社とハインケル社に勤め、その後、新しく再発足したバイエルン航空機製造に1933年に入社した。そこで彼は、ツーリング機のメッサーシュミット M37 の設計で、ウィリー・メッサーシュミットの手助けをした。この機体は後にメッサーシュミットボーイフレンド108として量産に入り、この会社の最も有名となる製品である。 メッサー・シュミット・ボーイ・フレンド109戦闘機の基礎となった。1934年に、ルッサーはバイエルン航空機製造者の設計局の主任設計技師となり、メッサー・シュミット・ボーイ・フレンド110戦闘機の開発プロジェクトの責任者となった。ルッサーは1938年までバイエルン航空機製造者に在籍し、その後ハインケル社に戻った。 ハインケル社で、ルッサーは、HE-280 と HE-219 という、その潜在能力を最大には発揮できなかった2機種の、非常に洗練された機体の設計を指導した。HE-280 は、実機が完成した、最初のジェット戦闘機であったが、ドイツ航空省が、メッサーシュミット目262の方を好んだため、やり過ごされてしまった。 HE-219 は先進的な夜間戦闘機であったが多くの革新的な機構を採用していたため量産するには複雑すぎるという理由で1941年8月に RLM に却下された。エルンスト・ハインケルは直ちにルッサーを各種し最終的に限定生産できるように簡略化した設計を再提出した。 ハインケル HE219 ルッサーは、ハインケル社からフィーゼラー社へ移籍し、そこで当初ファイ1 0 3と命名された、無人航空機の量産化に向けた仕事に関わるようになった。これは、フィーゼラー社とパルスジェットを開発していた、エンジン製造会社のアルグス社の共同事業であり、ルッサーは、アルグス社の技術者、フリッツ・ゴスラウと共に、設計の改善作業に当たった。 この計画は2社の主導によるもので、アルグス社は1934年という早期から着手しており1942年にエアハルトミルヒが、その潜在能力に気づくまでは公式には、わずかな興味しか持たれていなかったが、その後に高い優先度が与えられた。ナチのプロパガンダはすぐに、この飛行爆弾を、 V1 と懸念した。V1 は、ベルナー・フォン・ブラウンの垂直発射式、V2 ロケットとの共作となり、初期の実証実験前にもかかわらず、ドイツ空軍は、V2 より信頼性が高いと見て、双方ともを生産に移行することにした。ルッサーとフォン・ブラウンはライバルであり、その後も二人の間の確執が消えることはなかった。 ボルフスブルク近郊で量産が開始されると、ルッサーは主翼の桁の長さが足りないという自分の V1、飛行爆弾の設計上の重大な欠点に気がついた。しかし、戦後に、ルッサーはアメリカ航空宇宙局でフォンブラウン指揮下のチームに入り宇宙ロケット計画に携わった。フィーゼラー・ファイ・103第二次世界大戦後、多くの重要な ドイツ人技術者と同様に、ルッサーは米国に連れて行かれ、アメリカ海軍のために、ジェット推進研究所で働き、1953年には、ハンツビルで、フォン・ブラウンのロケット開発チームに合流した。そこでの6年間で、ルッサーは、各部品段階での信頼性の向上は、システム全体の信頼性の向上に寄与するということに着目した。 信頼性に関する法則を定義づけた。これは現在では、ルッサーの法則として知られている。この法則の計算をもとにして、ルッサーは、フォン・ブラウンの月や火星へ到達するという野望は要求される、宇宙船の複雑さが原因で失敗に終わる運命で、あると発言していた。ルッサーは西ドイツへ。 そして当時は、メッサーシュミットベルコーブロー無社となっていた古末、戻った。当時、MBB が、ライセンス生産をしていた、ロッキード F-104 の製造に適用した、ルッサーの信頼性の研究に基づく継承は、間もなく、悲劇的なほどに正しいと分かった。ロベルト・ルッサーは、晩年を、スキーブーツの改良に費やし、 1969年1月19日にミュンヘンで死去した。ありがとうございます。